お疲れちゃんスラップです。今日はですね、新環境で新たな枯渇デッキが登場したので、そちらをね紹介していきたいと思います。さあこちら、平均コストなど 2.9 のボムタワーの枯渇ですね。そしてなんとここ最近ね強化されて、もういろんなデッキに入ってくる、もうブイブイ言わしてましたギャングが解雇されちゃったっていう感じですね。さあその分まあスケルトンで高回転だよっていうので、まあこれがまあ結構今の環境に刺さってる、まあ、環境ギャングとか、まあなんかロイジャイが多いんすよ。ロイ結局お前かっつって、またロイやんっちゅう、もうロイがすごい多いんですけど、まあそのザッピーロイとか、まあロイジャイのセットのねトリトンロイとか形組まれた時に、結局ボムタワーのあの範囲でね一掃できるのが強いよねっていうので、このねボム採用ですね。まあ普通に全然枯渇自体今強いんで、なんだろう、いるんすよ普通にインフェのギャング型も、もうバリバリいます。はい、もう全然います。けど環境に刺さるこっちの方もいるって感じですね。さあまあちょっとだけ、いやーローストの一体フニック残し、ちょっとだけ俺の方が回転早いって感じですね。マジちょっとだけ、お、さあ回転早いので相手はついてこれなかったですね、まあ、みたいな感じで枯渇歳月どうなんですかね。あんまりやらんから、まあちょっとわからんけど、まあ困ったらロケ削り、俺の方が回転早いしみたいな、端前プリンだけ警戒しとけば悪くはなさそう。いやマジで暇なんで一旦ロケ打つですね。さあこれは仲良し、さあ姉妹プリンはまだない。あ1周目のバレルはウッドで、まあ、持ってくるでしょう。で2周目の時にあれっすね、攻めウッドまでいけると絶対ギャング防衛なんで、ちょっと大きいですよねさっきから。こうかわせると熱いですね。さあ端前プリンだけ痛いので、さあこっからっすね。あとまだ相手も回してきてるっすね。なんなら男の許容いるっていう、いやーマジでこのいるっていう攻めやばい、マジでちょっとバカなことしてるっすね。さあ端前プリンダメージ抑えてあげて、ちょウッドがヤンキーすぎてマジで何もいいウッドじゃない。いやーこれボム使ったらロケ打ってくるかもっすね。さあ言うてダメージリードしてるっすね。いやーこれ微妙に大きい。さあまあ負け筋はプリンだけかな。あのプリン強いっすよね。ドームちょっとだけ奥めに、ロケットのダメージ量でちょっと負けそうだな。お、マジでかい。ん、まさかの、いやでも買った臭い平井心ロケットにも通用すんのか。さあグッドゲーム。いやまあ枯渇歳月あんまなんかあんまか、うん、なんか微妙っすね。まあギャング型よりはさすがにスケ型の方がちょっと強そうな気もするっすけど、枯渇専門家の人教えてください。わかりません。
まあ、とりあえずボムタワーがね、今の環境結構強いっすね。ホグとかもボムで使われてたりもするし、なんだろうな、ボムウォールブレイカーか、マジアチャボムタワーウォールブレイカーもちょっと強いんで、うん、珍しのボム環境ですね。さあ、あれっすね、マジアチャウォールブレイカーのトルネじゃない版っすね。ディガーかな。さあ、ディガーが来ない。あ、マジアチャいるっすねって言ったな俺。さあ、まあコウモリは LSP でいいし、まあ、バルキリーとマジアチャが嫌なぐらいですね。あとは攻め嫌な雨か。でも、まあ、それに勝つにはもうロケ削りしかないと思ってるが、どうなんやろ。もうこういうのもマジアチャで射抜かれるのがもう嫌っすよね。さあ、でもこれを全て守れるのがボムちゃん。まあ、ディガーやな、雨オールブレイカー。さすがにバレル削りでは勝てなさそうなんで、まあ、飛ばすけどゴリゴリあれっすね、ロケ打っていきたいっすね。いや、マジアチャ来そう。もうマジアチャの一発に価値がありすぎですよね。さあ、でもここはさすがにバルキリー。裏？やばい。お、ボケボケボケ。いやー、マジで強すぎ。バルキリー完封もある。いや、そうっすよね。いや、でかい、マジででかいぞ。熱い、これエレストンで終わりだ。さあ、危ないマジで。今でもこれも結局高回転のこのスケエレスピがね、強かったっすね。マジエレスピな、僕めっちゃ好きなんですけど、最強じゃないですか。あのアイスピとか、まあヒースピファイスピ、まあいろいろあるっすけど、もうエレスピのあの壊れ加減やばいと思ってて、だってスケラとかもエレスピだけでほぼ抑えられるじゃん。で、何ゴレダクネとかで形組まれてもコウモリも処理してくれて、なんだろうね、その辺にいたプリンスとかも全部こう一回止めてくれてみたいな。マジエレスピなんかもうあの仕組みがなんか9体ぐらい全部こうやってくれるね。あれもマジ壊れだと思ってんすよね。そう、防衛楽ちんだからめちゃくちゃおすすめですけどね、LSP。なんかたまに 2.6 オグとかでも、ISP じゃなくて LSP とか、
まあ枯渇マイスペレスピいろいろあるけど、まああとはなんだ、まあでも公開デにしか入ってこないけど、いやマジ防衛苦手な人とかね、レスピとか、あとはデリバリーとか、なんかあの辺使っとくだけでなんか全然対応楽になったり勝率上がったりすると思うから、バカおすすめですけどね、 LSP 壊れだと思ってます。さあ、ウチハイタチ最強来たよ、最強シャリンガン持ってくかな、相手だけズル。さあ迫撃砲、さすがにこのボムは、おいシャリンガンでもついてこれないよと。まあ迫撃相手の方にもよるっすけど、圧着いウッドだと安っすけど、まあ、ギャング出てきたんで、まあ少し気楽っすね。ガゴムレムートとかのやつかな。で、ファイブウッドかな、よくあるのは。お、ムートやめろよ。マジで、マジでやめろって。本当に。キアマジで強いんでね。ああいうのもしっかり延命したいっすね。普通にもったいない。おー、コウモリか。コウモリやりゴブ？はい。ふぅ。ちょ、俺もシャリンガン欲しい。でマジアチェとかも稀にいるっすよね。ちょっとだけやっちゃう。どうだろう。お、かすり。マジ。戦闘の一体にかす、お、ちょっと待てよ。お願い逃げんな。お、マジやめて。本当に外れたら終わる。よかった。いや、いてぇ。ちょっと待てよ。助けで守った方がよかったか。さあ、ヤリゴブコウモリのムートってことはガゴムレが、いや、ギャング、ヤリゴブコウモリギャング、ガゴムレいないパターンあるっすね、これ。でいなさそうっすね、ぶっちゃけ。いんのかこれ。多分この中身だといないと思ってんだけど、いる感じですかお兄さん。あー、やなめー、やなめやなめやっすね、普通に。まあロケでいいや。ガゴムレ、あ、いました。まあでもこれLSP 最強なんで、結局ね、はい、LSP 最強。いってらっしゃい。あー、読みウッドにはならずと。やばい、やなめだけマジでやめてほしい。いやー、吹き矢強い。いやー、でもちょっと危ない。ボム LSP お前、ナイト、お前変なことすんな。さあ、もうロケ打って良さそうっすね、ヤリゴブリンに。よいしょ。ん、やばい、やばい。え、バカおられてんだけど。もうマジか。ほんとにやったっす。いやー、マジもったいない負け方は下げたいっすねー、ちょっと。あ、勝ち確なんでね、マンナ。さあ、デストロイヤー、よいしょ。ディガーか。メガナイト迫撃吹き矢、どっから来た。いや、マジ、フキアは結構ガチで分かんないですね。フキアとディガーが一緒になることなんかあんまないですからね。迫撃でしたね。リベンジマッチってことかい、お主。さあ、これは投げ毒。このボムが、お掃除、お掃除。で、相手の呪文が、まあ、やなめかな、よくあるのは。斜めが入ってるイメージがあるが、さあ、まあ適当に延命して呪文使わして、これで
さ、ヤナメですね。ヤナメ渋、まあ、ここが相手、まあ、スケキンオアスケブでゴブリンバレル守ってくるサイクルなんで、これ結構いいカウンターで、いやできるといいですね。あーもうそれはやばい、ずる。まあスケキンやめてのウッドっすね。おおマイグネス強っ。いやスケキンマジ強じゃない。さあですがスケキンに対してはボムがマジで優秀なので、でこのはみ出たのも全部エレスピでお掃除して、まあここヤナメ使ってほしいかな。使ってくれるとやっぱ吹きは残るんでね。うん、やべ、あこれでもボムの範囲でなんかなってるっすね、いい感じに。この木はなんか一生着てね、なんで。さあ適当に無限にバレル飛ばしたいっすね、ある程度は。うん、まあ、ロケ削りもちょっと考えながら。怖い。うん、あれやばいねスケキンスケブ最強すぎてやばいね。読みっすね、まあ、読みではなってないんですけど、読みっすね。エレスピギア、いやーでかい、マジでかい。俺もおしくロケ打った。さあ耐えてロケティーナがお強いですよと。あゴブリンバレル行ってくな刺さんないですから、まあそういう時のこのロキが強いですね。ロキ入れないならね、その分火力としてまあスケバレとか入れれれば結構成り立っちゃうしそう。ヤナメ多いっすねマジで。なんか使われると結構嫌っすよね。まあなんか大型のイメージがすごい強いからかな。ヤナメ、まあめっちゃ好きっすけどね僕は。使うけど使われるデッキでは嫌っすね。あまただ、もうまたなんか怪しい匂いしてんな。さあ一旦飛ばそう。これね、うん、スケキンゴレ、残れ。いやー肺活量やば。あースケキンゴレっすね。いやスケキンゴレとかラバとかそういうのもきついんすよ。さあまあとりあえず
キング起動嫌ですっていう。さあまあこれも別にどうなんだろうな、大してダメージも与えれなさそうなので、与えれなさそうなのでより攻めた方がいい気がしてきたな。おおやば、え、とりあえずこれ出てきてるさ。あースケキン強っ。もうこんなのも多分あんま関係ないんでしょうね。結局いやまあでも結構でかいっすね、この浮き波動1300までいったのは。マジ暇なんで一発、おーでかい。さあ問題はこれっすね、はい、このゴレダクネを止めなきゃ応援が。俺のスケルトン消えたの結構痛い。うん、さあ870ロキ2周数打てるかな、打てるかな、一旦攻めよう。いやーこれはもう勝ったっすね。さあこのライトはもう間に合わなくなるので適当に配置して、しっかり配置して、しっかり配置して、うん、まあでもボムでよかったっすね、マジで。このスケキンとかダクネの、なんだろうな、まあ、ゴレダクネとこうセットでね、やっぱボムだと溶かせるんで、いっぱいネットが来る系にはね、ちょっと強いですね。さあ、というわけでこちらのボム枯渇、皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。では、大塚チュンです。またねー。